ファイティアチャンネルです。いや、大雨がちょっと落ち着くまで待ってたんだけど、いやー、ついてすぐ降り出したね。もうかれこれ1時間ぐらい待ったね。うん、ちょっとな、川で遊んでしもたから、うん、設営していきたいんですが、今回ははい、どうぞ。はい、新幕のサバティカルエリアでーす。ゲットしました。ゲットしました。お姉ちゃんが、ファイティアママさんのお姉ちゃんがギリアゲットしたってことで、はい、ちょっと今日は試し張りを兼ねて、はい、そう、あの、ぜひ使ってくれということで提供していただきました。ありがとうございます。お姉ちゃん、ありがとう。大事に大事に使わせていただきます。ちょっと初張り、はい、ちょっとほんまに分からへんねんけど、いや、でもなんかうちら2種類入ってるんだ。そう、5人用と2人用が入ってるけど、今回は2人用で、2人用で、はい、私はコットで寝ますんで。あ、そうなん、はい、2人用で、今回は2人用でいきます。はい、じゃあ早速。これはこれマックです。あ、これがマック。え、マックって、え、これインナーです。4のこれがマックや。インナーやな。インナーで、インナーかっこいい、見て。お、ほんまや。うわ、インナーにもちゃんと刺繍されてんねんね、アップリケ。これが本マックっすね。じゃあそう、そして、あ、ポール、ポールと、あ、ペグや。ペグとガイロープ系が入ってます。で、ポール、ポールとインナー、これがデカインナー。これ多分、はい、これ多分おそらくデカインナーは使いません。はい、今回は。あれ、でもこっちもまあまあデカいけど。ハルタできた。3本通しなんですね。そう、3本通しで横の棒が2本あるから、あー、3本こう、そう、テントに通すやつと、ほんでこれのシルバーはシルバーの布のところに通すみたい。はいはいはい。で、黒は黒の、あ、色がね、そう、真っ黒と、こんな感じで、ここはシルバーのと分かれてるんですね。そう、はいはいはい。めっちゃ長い。かまぼこテント思い出すな。懐かしいですね。めっちゃ前に使っとった。うわ、はい、ちょっと分かりづらいんですけど、ポ、うん、ールの長さが違うんですよね。そう、シルバーが一番長くて、真ん中の、はい、1、2、3本ある真ん中が一番長いがシルバーね。シルバーのポールになります。おお、なんか綱渡りのやつ渡れるな。はい、じゃあやってみましょう。実際通してみましょう。前職グレー、前職グレー、うん、はい、で黒のとこは、ここが黒で、あー、そういう端っこがね、はい、黒くなってる。入り口が黒のとこに、こういうことですね。ちょっと見にくいけど、こういうことですね。黒が入って、はい、前職グレーのとこに一番長いやつ、グレーのを入れると。グレーのを入れる。わかりました。はい、じゃあやっていきましょう。はい、じゃあ黒のステッチのとこに黒を通していきます。はい、ポールめっちゃ長いんだ。長いんだ。はい、じゃあグレーのとこに、ここがシルバーっぽい色のポールを入れていきます。じゃあここに穴を通していきたいと思います。よっ、おー、ほんまにかまぼこ通しちゃってね。そう、ここをしっかりこう曲げながら、結構、はい、入った。オッケー。じゃあ残りも同じように、はい、やっていきます。はい、オッケー、いきました。はい、はい、じゃあ、一番基本となる一番端っこのポールの下をまずペグダウンしていきます。はい、じゃあもう片方もペグダウンします。よ
し。はい、じゃあ2本打ち終わったら次は立てて、ここの、4箇所、こっち2箇所、あっち2箇所を先にペグダウン。はい、どうぞ。はいはいはい、はい、こんな感じ。はい、おお。で、ここを止めます。これっすね。そっちです。これのチャックじゃないサイド。そうです。はい、了解です。ハルタ持っとってな。横の方がいいな、やっぱり。うん、こうやったらな、もうほんまこっちしか見えへんもんな。いや、もうめっちゃギリギリのギリやで。ギリギリのギリやりましたね。ギリメンギリや。ギリメンギリやなと思ったな。いや、次は、はい、次はこの横の棒、はい、あ、棒をね差し込んでいきます。はい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 、 OK です。ギリギリやん、これ。はい、さすがギリや。これでね、通していきます。この丸に棒のポッチを入れます。はい、じゃあ逆のポッチにも差し込みます。で、ここのフックを止めていく。はい、3箇所止めてください。はい、はい、こんな感じですね。ピーンと張れました。なんか天井低いけど、うん、頭はつかへん。あ、頭はつかへん。どれどれ、真ん中はこんな感じ。うん、でもだんだんこう、だんだんちょっとずつちょっとずつ下がっていってます。だから真ん中でこう過ごす分には全然問題ないな、広さ的にも。そう、だからまあ寝る時だけやから、サイドは。いや、でもいいっすね、ギリア。ギリアいいね。なんかフォルムがかっこいい。うん、うん、かっこいい。これで測らね、これで。こうですね。そしてまたこれ、テーブルのとこな。わかりや、私が行きます、外に。お願いします。回してください。ここへ貼る。おお、すげえ。よいしょ。おお。行こうか。おお、結構広い。広い。いいよ。広いな。めっちゃゴロゴロできるやん、これ。うん、いいや。うん。いいね。意外と広かったやん。ちょっと入ってみて。はい。どうですか。大人。一人、こんな感じです。晴れた。やっぱ大人二人か、子供二人、大人一人。そうやな。やだ。大人二人、子供一人はちょっときついかも。聞いてくれ。確かに。じゃあ私はやっぱりコットですね。はい。こんな感じ。こんな感じで。全体的に。いや、なんかでも森とやっぱり合うな。合うわ。ギリアいい。やっぱりサバティカルは森に合うな。なんか森をテーマにして作ってるらしいね。もう砂に隠れてるの気質が OK。 知らんけど。知らんのかい。じゃあ行こうか。じゃあ川行こうか。うん、いいですね。じゃあよろしく。頭が初期マチコーンセッティング職は。今日の晩御飯よろしくね。ハルタ君、晩御飯よろしくね。頼むで。おかえり。はい、帰ってきた。いっぱい取れたな、ハル。うん。何が取れましたか。なんて言うの。スジエビ。こっちももう完璧っすよ。ちっちゃいのはスジエビで、うん、大きいのは
エビが取れた。うお、うん、なんか食べれるみたいやから。そうなん、うん、あの晩ご飯できたなって。とりあえずコーヒー飲もうや。うん、コーヒー飲む。コーヒー飲む。5時やで。卵5時やでもう。え、もうすぐ焼けいけるよな。食べれるな、こいつは。食べたいんやろ、うん、食べたいらしいわ。どうですか、すごいな。仕上げましたよ。これはもうあれやな、ギリア本領発揮やで。ギリアすごいな。焼かして。え、焼かしてこれ。いきなり、うん、オリーブオイル持ってきた。じゃあもう晩ご飯にします。エビを明日の朝っすね、コーヒーは。じゃあそうやな。じゃあもうオリーブオイル持ってきて。まさかのもう5時やから。オリーブオイル持ってきて。ダメかな。オリーブオイル持ってきてない。持ってきてるって、持ってきてるって。じゃあ晩ご飯の準備しよう。めっちゃ怖いよ。するか。ああ、じゃあ晩ご飯作ろうか。はいあ、水入れてくれた。入れた。ありがとう。山の油を注いでいくわ。よしよし。食べれるんですよね、このエビ。大丈夫なんですよね。あ、はい、ちゃんと確認取れてます。はいはい、じゃあ、ハルタチャカメか。ファイヤー。ワオ、マジ。はい、じゃあ、ここへ入れて。こんなん初めてしてんけど、ママ。オロチンはいつもしてんの、これ。オロチンいつもやってるの。ハル。うん。食べることだ。うわー。いい色なってる。カリッと揚がってる、もう。やば。じゃあマキシマム、かける。もう全身だ。ちょっとまず、はい、1個食べてみてよ、ハル。ドッキリしてください。美味しそうな1個あげて。はい、つけるんや。ちょっと長いな、箸が。熱い。大丈夫。これ熱いんじゃね。どう、熱い。あ、命に感謝言わんでいい。なんかピッて出てんねんけど。どう、うまっ。美味しい。うん、めっちゃカリカリや。すごい、自分で取ったものをすごい料理して食べてますよ。食べてる。サバイバルやん。サバイバーやな、ハルタ。卵を持ってる大きいやつも。ママって持ってる。いや、ママたちの分に。うん、マキシマムは味出してる。うん、いい味出してる。でも、エビもそのままでも美味しい。うん、ハルタも5匹も食べた。めっちゃいいやん。今日のハルタはいい夢やってんね。なんで、ハルタも5匹食べたから。There is no greater meaning. Nobody does a thing.
寝れましたか？めちゃくちゃ寝れた。爆睡よ、もう。ええやん。もう爆睡よ。初めはちょっと気になってんや。うん。ずっと音楽流してるし。うん。うわぁ、もう10時やで、と思って。うん。ガンガンやん、思って。途中でな、エミネムかかったやんか。エミネム、まあ、うん、ええか。ええかい。エミネムやったらいいかなと。で、エミネム聴きながら寝てました。いや、私やっぱエンジン音気になったな。あ、それ俺気づかんかって。で、夜中途中で起きてんやん、寒ーって、うん、やっぱ寒なるんやと思って、うん、俺たちはエンジンかけとったら、うわーと思って。すげーやん、山に来てエンジンを聞かされんのかって思っとってんやん、うん、やばいなって思っとってん、うん、ほならめっちゃ寝てた。めっちゃ寝れるやん。めっちゃ寝た。あんためっちゃ寝れるやん。なんかめっちゃ寝て、でも一回4時に起きてんやん、うん、まだエンジンかかってんねん。ずっとやんな。で、だからやばー思って、4時やな、でも起きなあかんなと思って、そこからまた二度寝して。めっちゃ寝るやん。気がついたら6時ですよ。6時でもまだかかってて、でもすぐ7時やん、うん、一回もエンジン止まらへんって。すげえな。東京やな、もう東京着くわ。東京着くわ。車で東京行けるわ。東京着くな、確かに。Girlfriend, you got me smiling butter each day. Stars are brighter, I feel lighter in every way. Girlfriend, there's no one like you when it comes to loving. Life is richer, lips are sweeter, now listen.天の声的な感じになっちゃうけど、ね、どうでしたか？あのさ、キャンプ場的にはめっちゃ私好きな感じのキャンプ場なの。よかったな。うん、あのサイトで孤立できるからめっちゃいいねんけど、ただパリパリ耳。ちょっとな、あのグルキャンしてる人と当たってしまったから、まあ騒音的な問題が。でもな、いいとこ取れた思って後でバレミ。どうしても運やから。どうしようもないよ。そうやな。まあでもキャンプ場的にはすごい、あの森のよう、そのほったらかしの部分が残されてるから、いいよ、うん。そういうのは、行けるかんような心を持って、キャンプしてるキャンプね。いやー、ママさん大変ですね。私はほんまに、神経質かもしれない。神経質そうだから、向いてないんじゃない。いや、いいキャンプ場でしたね、うん。近いし。そう、近いのがいいよな。まあでも、うん、近いから、ソロキャンプ、いいかなと思って、うん、思ったけど、うん、いや、ギリア良かったっすね。ギリアいいな。ギリアいい、使ってみてほんま良かった。うん、なんか人気ある理由分かった。そうやんな。ギリアを購入予定の方、いいですよ、ギリア。ぜひ抽選販売でゲットしてください。
じゃあ片付けていきましょうか。はい、今回の動画はこれで終わりたいと思います。じゃあ皆さん一緒にバイセンキューで終わりましょう。それじゃあまた会う日までバイセンキュー。はい、山まで来た。バイバイってやる。よし、川行ってきます。